ッケーオッケーオッケー、こんな感じだね。まあシスコさんはこれを10時間やるから、俺はやらんけど、シスコさんはこれを10時間やってもらうから、まあこういう感じね。オッケーオッケー。あ、でもあれやな、そうや、どれぐらいトレモが好きかどうかは聞けばよかったな。なんかそのなんかそのトレモを好きな人ってにとってなんつうかな、簡単だよね、トレモ好きな人なのやったら。このやり方が、例えば10時間トレモやって強くなれるんやったら、トレモ好きな人にとってはそれめちゃくちゃ簡単だよ。だ、結局そのキャラがその人に向いてるかどうかっていうそれ決まるから。あ、コンボ好きなんだったらエドめっちゃいいね。明日 CAG ちょっとやってあげるか。ちょっと練習なのかわかんないけど、長探先4回長めちゃくちゃしっかり対策するつもりやん。でもやっぱり B 側はやる気大事だからね。まあ大工は相当気合入ってるやろな今回。ああ、これそっか、あれになっちゃうんか。あれ遅いか。あとの弱系ってあれ中断大事になっちゃうのか。これを3先4回やるはちょっとやばいな。これちょっと配信外でやる内容だなこれ。まあその試合打つのは別にいねえけどね、どうせ見られるから。俺自身がその喋りながらやるような内容じゃないって感じだね。結構ガチな対策だからこれ。うわっ、消えない本体が先に出た。うわ、消えない。うわ、ミスった。いやー、でもこういうイベントにも止めなきゃいけないんだな。いろんな向き合い方があるな、トチックス対策。しかもチュンリー担当の人が来るから、チュンリー戦自信がある組み合わせの人が来るんだよな。マジ俺レイジぶりにやってるから、申し訳ない動きをしちゃうかもな。
ージは結局でも、誰出すんやろな、キャラ。チュンリー2枚いるけど、使うかどうかわかんないよな。いやー、ミスった。くっそ。いや、ぬるいな。ぬるいな。なんかこういうイベントがあると本当にまたスト6をどういう風に向き合うかマジ迷うよな。なんかオフシそのいろんなことをやるっていう選択肢もあれば、そう広げるか、そうそう絞るかみたいなさ、時間の使い方が本当に難しいよな。選択肢がなんかどう使うかめっちゃ難しいよな。うわー、どうだ。まあ現実的に考えたらあれなんだろうな。まあ今の自分で良ければが現実的だろうな、多分。あんまりやり込めないけど、まあそれでも良ければって感じになるだろうな。うわー、あれ込まれちゃうんか、5番で。いや、でもちょっと良くなってきたな。ちょっと調子良くなってきた。なってた。危ね。
よし。これで4回か。まあ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 。いやーでもこういうね、その対戦をね、やれたら、いやほんまに迷うよな、時間の使い方。まあ自分自身がその強くなっていけるのは間違いないし、楽しいよね、対戦自体は。でもなー、難しいよね、ほんとね。いやほんとに難しいと思う。ほんとに難しいわ、今。それでやっぱ今の自分じゃなくてできないことっていうか、やった方がいいこともいっぱいあるから。そうだね、まあ子供生まれてるし、なんか難しいよね、ほんとね。まあできる範囲でいろいろやっていくって感じになるよな。まあでもパーとかはやりたいけどね、呼んでもらえたらやりたいね。ちょっとまあそれ答えれるかわからんけども、まあやりたいよね。やっぱ自分のすごい勉強になるし、あとやっぱその解説する上でやっぱりすごい知識になるからね、こういう対策あるとか。うん、まあ最後のでも3先はまあ確かに勝てたけど、でも相当仕上がってたな。楽しみだね。まあだからこの大黒の強さとかをこうやって肌で感じれると、じゃあ逆にこう、じゃあこのチュンリーにどう、このガイルにどう挑むんだろうみたいなさ、そういう視点からも見れるから、おもろいよな。自分で対戦できてると、なんか見るのも面白くなるから、だいぶ怒られたね。もうスタート時点でかなり差を感じたね。まあやっていくうちにちょっとこっちの動きは良くなってきてて、マシになっていったけど、あ、相当やり込んでるなっていうのはやっぱ感じたね、やってみて。やっぱリーガーやっぱすごいよな。まああのクオリティをやっぱり、まああれかね、それ以上のクオリティをやっぱり出さないと戦っていけないっていうのあるだろうから、まあ、チュンリー側もでもそれ、まあ俺チュンリーガイルは別に、そんなに、まあ、チュンリー中ではやりづらい方やけど、別にその、チュンリーが全然無理な組み合わせとかじゃないと思ってるから、まあチュンリー側がその対策、全然持ってきてると思うから、それ楽しみだよね。そう、こういうスパを繰り返したら、もうめちゃくちゃ強くなれるんですよ。マジで。そういう生き方もあるよ。まあそれも絶対楽しいよね。だ今みたいに、今とかも明らかに後半にその、やっぱりさ、ちょっとこっちもちょっと掴んできて、動き良くなってたけど、もうああいうのを何回も何回もこう、やって、どんどんどん強くなっていくっていうのは、やっぱ、あるんやけどね、そういうのも一つ。まあ F リーグの人は結構、チュンリー戦やりたいだろうからね、多いからね、結構。明日は、パブリックビューイングっすね。いや、そうよ、プロはそうよ、これを、半年間やっていくわけですよ。本当に大変だと思うわ。モチベも保たなきゃいけないしね。パブリックビューイングはディレクトのそのハブでやるんですけど、それ配信はしないですね。まあ抽選で当たった人が一緒に見れるみたいな感じですね。いや、戦どうなるかね。本当に明日。最近の梅さんの時間割がえぐいです。やっぱ梅原さんはやっぱりその、1年こう貯めてたものを今、おーって出してるよね。やり込み具合もさ、大会とかめっちゃ出てるし、やっぱあの1年休憩はかなり、今年のなんか力になりそうだな。明日現場でお会いできる方よろしくお願いします。ちょっと明日楽しみですね。いや、SFL でも、ちょっと今の大黒とのなんか試合でちょっと SFL のなんか熱さみたいなのをなんか自分でもちょっとより感じれたな。おお、やっぱなんか、動きがやっぱすげえなと思ったな。この仕上がり具合がやっぱりこう、おってなった。そう、なんかオーラが出たな。やっぱその、リーガーの。いや、ありがとうございます。いや、こちらこそ、またやりましょう。ちょっとこっちも。できるだけちょっとやっとくんで。うん。いや、そう、気合が伝わった、そう。選手の気合が伝わったわ。